はい、どうもこんにちは、栄作と申します。今日はですね、出世できない人の特徴3選についてお話しさせていただきたいと思います。私はですね、新卒で4年勤めた会社を退職して、現在フリーランスとして活動している28歳でございます。この YouTube チャンネルでは、会社員を辞めてフリーランスになった私が、会社に属さなくても生きていける知識や経験、あなたらしく生きる働き方について、たまにね、私の好きなこうファッションの紹介など、こう自分らしく生きるにはっていうのをテーマに情報発信をしております。あなたらしさをね、見つけるための知的教養チャンネルとして動画を毎日18時に更新しておりますので、動画を最後まで見ていただいて面白いと思ってくれた方は、ぜひね、チャンネル登録だったり、あとはね、家族や周りの友人にもね、動画をご紹介いただけると嬉しいです。今ですね、こう会社員からフリーランスになりたい、今の働き方を続けるべきか悩む、将来不安があるという方向けに、無料のね、個別相談会の受付っていうのも行っております。今の働き方に悩んでいる方は無料で申し込みができますので、ぜひ概要欄の公式 LINE の方に飛んでみてください。よろしくお願いいたします。今日はですね、出世できない人の特徴3選ということでお話しさせていただきたいんですけども、まあこう、今日はね、なんかこう、よくビジネスショーとかであるような、こう仕事ができる人できない人みたいな、こう時間管理できる人とかさ、そういうのではなく、ちょっとこう外見とか、まあ、生活習慣とか、まあその人をね、こう作っている、こう日常のところでちょっとフォーカスを当ててみようかなというふうに、思っております。まあ外見生活習慣っていうのは、単にね、その人の見た目を表すだけじゃなくて、実はその自己管理能力の、一端を反映していることが多いんだよという話ですね。まあ、企業とか組織で出世していくためには、こう単に仕事のスキルや実績だけではなくて、日々の生活や健康管理、そして周囲からの評価っていうのも大きな要素になるんじゃないかなと僕は思ってますので、ぜひね、その辺も大事なんだよという話をしていきたいです。特にね、これからこう管理職とかリーダーを目指していく、人にとっては、自分自身の管理ができるかどうかってめちゃめちゃ大事なんですよね、そもそもね。だから、自己管理ができていないと、なんだろうな、こう他人をそもそも管理なんてできないじゃないですか。ね、なので、こうチームを率いる立場になりたい、ディレクションしていきたいとか、でそういう立場になりたい、目指したいっていう人は、ぜひね、今日の、出世できない人の特徴っていうのを押さえていただいて、もしね、自分が当てはまっていたらね、改善をしていただけたらというふうに思いますので、はい、最後まで見ていただけると嬉しいです。まずですね、結論からお伝えすると、この3つですね、1、太ってる、2つ目、タバコを吸う、3つ目、歯が汚いという3つの特徴ですね。なんか一見さ、こう別にその3つを該当しててもさ、あんまりこう仕事の実績とかスキルとかに関係あるのかなというふうに思うかもしれないんですけども、じゃあこれそれぞれがね、どのように出世に影響を与えるかっていうのをちょっと話していきたいというふうに思います。まあ、出世のためにはね、本当自己管理能力の向上、不可欠でありますから、まあ、その辺をね、伝えていきたいと思っております。まず一つ目ですね、太ってるということで、そもそも自己管理ができていない人が、こう他人をね、管理する立場に立つっていうのは基本的に難しいというふうにされています。まあそれはそうだよね。だってこう歯医者さんにさ、こう歯が汚い歯医者さんにさ、なんか歯もうちょっと綺麗にした方がいいよとかさ、治療とかさせたくないでしょ。だからこう体型管理ができていないっていうことは、こう日常生活におけるこう基本的なルールや規律を守れてないっていう可能性が高いんですよね。まあ、もちろんこれはね、こう可能性の話ですからね、太ってる人全員がね、仕事ができませんとか、そういうね、こう極端な評価はできないんですけども、やっぱりこうなんだろうな、太ってるってことによって、なんだろうな、こう自己管理能力がないというふうに見られてしまう可能性は高いかなというふうに思います。健康面でのこう自己投資っていうのがおろそかになっちゃうと、仕事のパフォーマンスやこう決断力にもね、影響が出ちゃいますし、肥満っていうのはね、こう生活習慣病のリスクっていうのを高めて、やっぱ長期的に見てもこう働き続けることが難しくなるんですよね。まあ、単純にこう健康を害しちゃって、仕事を長く続けられないから、こう結果を出す期間が短くなるっていうところでも、健康管理というのは仕事での成功にも直結してくるんじゃないかなというふうに思います。管理職、マネジメント、こうディレクションとかをする立場に求められるこう判断力だったり、こう忍耐力っていうのも健康状態に大きく左右されちゃうので、体型管理はね、ビジネスパーソンの基本かなというふうに思います。一つ目ですね、タバコを吸うということで、まあ、タバコはね、こう、百害あって一利なしと言われるように、こう健康にもね、悪影響を与えるばかりか、その周囲にもね、迷惑をかける行為として判断されちゃうんですよね。
まあ、僕のね、周りでもタバコを吸う人とかいますけども、ね、やっぱりこう、なんだろうな、僕はね、吸わないんですよ、タバコ。だから、あんまりこう、タバコを吸いたい人の気持ち、ちょっとね、共感できないんですけど、まあ、こう、今ではさ、もう、こう、喫煙をしているってだけで、マイナスの評価を受けちゃう、ね、受けちゃう場合が多いじゃないですか。タバコを吸うこと自体が、社会的に認められていない方向に進んでいるので、やっぱりね、そこの状態でこう、吸い続けるっていうことに、こう、メリットっていうのはあんまりないのかな。まあ、ね、喫煙所のこう、さ、コミュニケーションがあるとかね、いろいろこう、メリットね、あるかもしれないんですけども、やっぱりそれ別にさ、喫煙所じゃなくてもいいよね、とかさ、やっぱりこう、喫煙をこう、擁護する理由っていうのがもうあんまりないのかな、と。いうふうに思います。タバコを吸うことで、やっぱりこう、自己管理ができてない、吸いたいけど我慢できない、こう、自分が吸いたいという価値観を押し通してるかのようにも見えちゃうんですよね、場合によっては。だからこう、会社内でも、こうね、健康リテラシーが低いと判断されちゃうことがありますし、こう、会社のさ、リーダーシップポジションの人はさ、こう、なんだろう、周囲から信頼を得ることが大事じゃないですか。まあ、仕事ができる、できないとかもそうなんだけど、そもそも上司とかさ、こう、マネジメントする人はさ、こう、信頼をされないといけないわけじゃないですか。その信頼を、まあ、タバコを吸うことによって他者への悪影響とか、自己管理の不足が浮き彫りになっちゃって、出世の道をね、自分から閉ざしてしまうっていうことにもつながるんじゃないかなというふうに思います。日本禁煙学会の、ね、研究によるとですね、タバコはこう職場の生産性を大きく低下させるだけじゃなくて、喫煙者の健康リスクを、ね、もちろん高めて医療費の負担が増える原因にもなってしまいますから、まあ、そこで、ね、こう会社にもこう負担がかかってしまいますよね。単純に近年企業はその従業員の健康維持を重視しているってところがやっぱほとんどなので、やっぱりね、こう禁煙を推奨する動きっていうのが強まってるんですよね。だからこう、まあ、ファッションのさ、サスティナブル化もそうなんだけど、こう社会、世の中全体の方向、目指していきたい、やっていきたい方向と真っ向から反対の道に進むってあんまりやっぱよろしくないですよね。まあ、こう時と場合によってはさ、こう異端児ともてはやされることもあるかもしれないんですけど、まあ、ことこうタバコ喫煙においては、まあもうそういうふうに認められることはまあ限りなく少ないんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、もちろんね、こう趣味嗜好だといえばそこまでなので、誰にも止められることはできないとは思うんですけども、やっぱりね、こうこの社会情勢の中で、この社会の流れの中で、あなたはあえて吸い続ける選択を、その自分が吸いたい以外の欲求であるんですかってことをね、ちょっと伝えたいかなというふうに思います。最後3つ目ですね。歯が汚いということで、まあ歯が汚いっていうのはね、こうなんだろう、日本人そもそも歯にね、あんまり関心を持たないというふうにも言われてるんですけど、こう体型とかさ、服装とかさ、まあある程度こう、カバーできる部分があるかもしれないんですけど、歯の汚さってね、こう、なんだろうな、隠しようがないんですよね。特に日本では、こう、歯のケアに対する リテラシーが低いと、指摘されてきてるんですよ。国際的にはね、あんまりこう、日本人、こう、歯でさ、人を評価する、まあ、たまにあるかもしれないけど、あんまりなくて、こう、国際的には、こう、歯が綺麗であることが、ビジネスパーソンにとっては、こう、必要不可欠な要素だったりするんですよね。歯の健康状態や見た目っていうのは清潔感だけじゃなくて自己管理能力の高さを示す、指標でもあるんですよ。こう歯が汚いとどんなに仕事ができる人でもその人に対する印象って大きく損なわれちゃうんですよね。逆に歯が綺麗だったらそれだけで相手に信頼感を与えることっていうのもできるんですよ。歯に、なんだろうな、気を使ってる、まあ歯茎までこうちゃんと生き生きした歯茎にしてるとかだと、やっぱこう細かいところまで気づけるってことなんですよね。でデンタルリテラシーなんて言葉がありますけど、デンタルリテラシーっていうのはやっぱこう学歴や能力以上にその人の内面を映し出す、だから本当にこう小さな緻密なところにも気づけるっていうところですよね。歯ってさ、やっぱりこう見る人は見るじゃないですか。まあ見ない人は本当見ないって感じで、だからそこのこう細かい差に、気づけるか、些細な気遣いができるかどうかっていうところが、まあその仕事のできるできないに関わってくるよねっていうところですね。だからこう出世の特徴をね、今日ちょっと太ってるとかタバコを吸うとか歯が汚いとかを3つ挙げましたけど、まあ確かに太っててタバコも吸ってて歯は汚い上司はいると思います。だから出世はできるじゃんって思う人もいるかもしれないけど、じゃあその上司が仮にいたとして、その上司の仕事の緻密さとかも見てほしいんですよね。果たしてその上司は自分がなりたい姿かどうかとか、ロールモデルとしてお手本にしていきたい人かどうかっていうのをぜひねチェックしてほしいかなというふうに思います。僕はね、やっぱりそれを見たときに、まあもちろんそういう上司はいるかもしれないけど、じゃあ自分がなりたいと思うかって言ったら多分ならないっていう思いの人が多いと思うんですよね。ちょっとわかんないんですけど、
どれもこう外見やね、こう生活習慣に関わる部分ですけども、これらって自己管理能力とか周囲への気配り配慮を示す重要な要素だよと、こういう指針のもとに見ていくと、この人は仕事ができるできないとかも見る人によってはバレちゃうよって話ですね。まあ、気づかない人は気づかないかもしれないけど、見る人はこういうとこもちゃんと見るから、あ、歯が汚いってだけでこう信頼を下げちゃってるなとか、太ってるだけでこう自己管理能力がないというふうに見られちゃってるんだなっていうふうに思われたら、まあ損じゃないですか、単純にね。なのでこう太ってるだけでこうチャンスを失うとか、歯が汚いだけで仕事を失っちゃうとか、良好な人間関係を築けないとか、もったいないと思うの でこれらってやっぱ1日2日でさ、直せるものではないから、やっぱりこう日々の習慣とか、意識の問題、これめちゃめちゃ大事かなというふうに思いますので、もしねあなたがこう出世を目指すのであれば、まず自分自身の健康とか習慣を、見直すことが、僕は遠回りのようで近道なんじゃないかなというふうに思います。やっぱ見た目がいい人とさ、仕事したいとか、なんか一緒にこう関わりたいと思われるじゃないですか、単純にね。 かっこいい可愛い人の方が、まあ外見だけじゃないけど、そういう細かいところまで、配慮できる人っていうのはやっぱり評価されていくのかなというふうに思いますので、ぜひね、まあもちろん健康とかね、その辺に管理したら自分自身の長生きできますしね、こう健康寿命が伸びることなんでプラスしかないかなと思いますので、ぜひねこう仕事ができるとか時間管理能力とかさ、そういうのももちろん大事なんだけど、まずはこの辺、こう日常のこととかで、ここができると結構僕は普通に、プライベートでもこう、まあ人気が出たりとか楽しく生活できるんじゃないかなというふうにも思いますので、はい、ぜひですね、こう自分自身のこう自己管理能力を高めて、やっていけたらいいのかなというふうに思いますので、はい、出世できない人にならないようにね、行動していきましょう。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあ失礼いたします。